NSF 系のペナント国家社会主義航空軍団は国家社会主義ドイツ労働者等の準軍事組織国民社会主義航空隊、ナチ飛行隊ともドイツ航空スポーツ連盟を前身として1937年に創設されたベルサイユ条約により航空機の所有を禁止されていた1930年代早期に創立された当初は突撃隊の下部組織であった 類似組織に国家社会主義自動車軍団がある。団員にグライダーや飛行機の操縦の訓練を行うことを目的とした。ドイツ国首相となったアドルフ・ヒトラーがベルサイユ条約を一方的に破棄してドイツ空軍を設置した後に団員の多くが空軍へ移籍した。国家社会主義航空軍団はその後も形式的には存在し続けたが規模は縮小していった。 第二次世界大戦中には国家社会主義航空軍団員は校社法部隊の予備役として任務に就いた。軍団長は当初フリードリッヒ・クリスチャンセンが務め、1943年からはアルフレート・ケラーが任命された。国家社会主義航空軍団には突撃隊や新衛隊と同じような階級が存在していた。ありがとうございます。